で、曲実機もある。すごい。混じってるからよう分かれへん。ごきげんよう、山口あゆきです、今から飛行機に乗ります。愛媛県にレッツゴー。今回は愛媛やから関係ないけど、いつ前も持って行ったらあかんので。はい、ということで今ホテルに着きました。ね、あの大阪からいつも愛媛行くときはいつも車でブーンしてブーンって行くんですけど、結構まあかかるんですけどね、5時間ぐらいかかるんですけど、なんかそれが普通になってたから、あの飛行機で来たのが結構あれでした。なんかもう一瞬で着きました。でも今日の飛行機ね、聞いてください、めっちゃね揺れたんですよ。でも怖かったな。でも行き、こあの揺れてたし、あの途中も揺れてたし、あの着陸もゴッゴーンみたいな、はぁ大丈夫、隣の人ね、あれやったんですよ、知らない方でうわーみたいなのできないじゃないですか。一人でちょっと心をあの落ち着かせるのに必死でした。ちょっとね、私気管がちょっと狭まってしまって咳が出てしまうですけれども、まあ、明日の、ライブに、支障をきたさないように今日は早く寝て万全な状態で歌えるようにしたいなと思います。はい、ということで今日は、ゆっくり休みたいと思います。じゃあ、バハハイ。じゃあ、ごきげんよう、山口駅です。路面電車でした。では、今からどこに行きますかと言いますよ。どこへ行くやったっけ。美術館に行きたいと思います。今日はね、天気にも恵まれていい感じです。自然の力を借りて、あやきはもっちまんまになります。もっちまんま。靴下がちょっとダサいねんな。マルタ、ここに来ました。ちょっと見てきます。二条、あ、松島城。松島じゃない、松下。え、なんて言ったの？松山か。松山城で。私の真ん前に見えるのは松山城です。でここにはみかんがなっています。愛媛県庁みかん号、ほんまみかん号や。夏目漱石、あ、コーヒーだけ飲んでいこうよ。夏目漱石のカフェです。今からこちらに行きたいと思います。あ、行かへんの。あ、なんか、あ、ちょっと曲実機もある。すごい。じゃん、じゃん、お人形さん。物置になってるなんや、カフェじゃないんや。あ、カフェ中にあるのか。あ、カフェ、ん、カフェは中にあるそうです。行きたいなと思ってたんですけど、私のお月様は綺麗ですっていう曲があるように、夏目漱石のね、はい、十円文化財ってなってるのになんか物置なんていうのがあるから、そっちだよ。ほんまやな、なんでだ。なんかまあ一応ちゃん、今仮にじゃない、わからんけど、ぬこちゃん
猫ちゃん、猫ちゃん。私の声聞こえた？にゃお。ああ、行っちゃった。ここに来ました。坂の上の雲ミュージアムに来ました。今から少し見学したいなと思います。それでは行ってきます。ここで食券を買うわけです。食券じゃないの？食券、食券じゃないの？食券で食するの？なんか。あ、そうかそうかそうか。券を買います。お、いい感じですね。ここにラトン漱石のカフェに行きたいと思います。綺麗、ラトン漱石。あ、リンゴなってる。ザク、違うか、ザクロかな、ザクロかな。あまり食べずに行きたいと思います。楽しみ。夏目漱石ほんまかっこいい。あれだかん。夏目漱石かっこいい。めっちゃほんまにかっこいいわ。ぷかぷか置いてる。置いてるな。コーヒー、なんとかコーヒー、うん、これはおそらく美味しい。どうっすか。うまいな。めっちゃ美味しいな。クリームが美味しい。やばすぎるような。やばすぎるよこれ。みんな見えてるでしょうか。果たして。あれなんで会えへんねん。あったー。やば。これが噂の雲です。今すっごい雲が見つけました。前にも一回も見つけられました。はい、ということで夏目漱石のコーヒー屋さんに行ってきました。坂の上の雲。の美術館。あ、蝶々。蝶々かわいい。おいでなさい。蝶々おいでなさい。
じゃあおいでなさい。あ、ちょっと来た。おいで。蝶々めっちゃ可愛かった今。蝶々可愛かったですで行ってきました。資料館の中はね、あんまり動画撮れなかったからちょっと撮影できなかったんですけど、で行ってきました。今からもう一軒行きたいと思います。行ってきます。これどうやって飲む？こっち飲みたいの。ブライダルウィッグ、エニメのオッシーがギュッと詰まった全員一つ姿が。ちょっ道後温泉に行きました。なんか貨物列見ました。これすべてで OK、行きましょう。この線路歩く。あ、なんか見て、汽車汽車ポッ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 。日本最初の警備員鉄道。警備員鉄道明治21年10月の28日松山ちょっとごめんなさい、分かんない漢字が。かっこいい駅、めっちゃおしゃれやん。さあ少し歩いてみたいと思います。すぐ隠れてくださいこっちや、カムバック。路面電車の線路です。皆さん、ここは見どころです。一緒になって走っていきましょう。とかじゃないここ、うん、とりあえずみたらしに行こうか、うん、みたらし団子にする。普通のはい、こちらの方は桜団子にされますか。はい、でジェラートはみたらし団子にする。みたらし団子にする。え、何しよう。みたらし団子とみかんにしよう。1500円お預かりいたします。これ靴脱がなあかんの、なんかようわからんねんけど、脱いだ方がいいやつ。脱いだ方がいいんちゃう。靴は絶対脱がなあかん。これちょっと靴じゃあ頼んでいい。うん、OK。 こんな感じでのちょっとちょっと今両手も挟がってるからな。そういうこと、いよいよ持ってきてる。いいですね、このこぼれ美感最高。こっちの方がいいか、こっちの方がいいな。愛媛なので、みかんにしました。愛媛のみかん、人気ナンバーワンと桜餅にしました。とあんこが入ってます。おいしい。普通チョコと混じってるからよう分かれへんチョコと混じってる。あれチョコチョイスした、色が似てるから味も似るかなと思ったけど、ちょっと間違えた。どんな味がする？チョコとみたらしの味がする。当たってない。ビッグアップだよ。学びやね仲間のやつやろ。色が一緒やね。色は一緒、そんな色ね。苦しい。それはなんか合ってるな。だって桜餅のやつとみかんやから。桜餅食べてみる。あ、絶対無理やん。
これから支配しなあかん。でもちょっと一回食べてみる、うん、チョコチョコ混ぜ合ってるやつ。わかった、チョコと混ぜ合ってるやつ。あれいらんで、これ、うん、あいらん、チョコと混ぜ合ってるやつ、みたらし。みたらしさんのものが美味しい。チョコとは合う。もう一個のカフェにやってきました。後から皆さんに見せたいと思います。すごいよ。あ、お疲れ様です。すいません。そういうタイプなんや。これもう一回外してもいい。うん、超怖いと。ギョン。いただきます。うますぎ。チョコついてる。これは饅頭やってんけど。餅や。餅入ってる。うん、これを食べに来ました。チョコレート流し込むやつタイプ、なんていうんですか。あ、これ16茶寮。さすがにお腹いっぱいでこれは食べられへんかったな。あ、私に、あ、魔女の焚き火やん。早く盗めないけど、じゃこれお願いします。開けてください。あ、これかわいい。イエーイ。今から大阪に帰りたいと思います。今日も見ていただいてありがとうございます。また見てね。バイバイ。山口あゆきでした。